ブラック・ユルマズはトルコアンタルヤ出身のサッカー選手。リーグアンラスクリールメトロポール所属。トルコ代表。ポジションはフォワード。1998年からトルコのアンタルヤスポルのユースチームでキャリアをスタートさせ、2002年にトップチームに昇格した。2006年7月、ベシクタシ JK に移籍した。その後、複数クラブを渡り歩いた後のちの2010年2月。 トラブゾンスポルクラブに移籍した。2011から12シーズンは、驚異的なペースで得点を積み重ね、最終的には33ゴールを決め得点王を獲得した。2012年7月13日、ガラタサライ SK への移籍が発表された。2016年2月17日、北京中赤国安属級クラブに移籍した。2019年1月4日、 フルスノベシクタシュ JK に復帰することが発表された。2020年8月1日、ラスックリールメトロポールと2年契約を結んだ。2020から21シーズン、リーグ戦では、チーム最多の16ゴールを挙げるなど、チームのリーグ制覇に貢献した。トルコ代表として2006年4月22日の、アゼルバイジャンとの親善試合でデビューを果たした。 2011年6月11日 UEFA ユーロ2012予選のベルギー代表戦でアルダトゥランのパスから代表初ゴールを記録した。ありがとうございます。